え、こんにちは。こんにちは。あの今学生時代の一番の思い出聞いてるんですけど、何かありました？なんか事件とか泣いたこととか、なんか先生とのトラブルとか。いじめられた。笑っちゃいかんよ。笑っちゃいかん。え、どういうこと？いじめられたの？なんでいじめられちゃったの？え、なんか、省かれて、それで泣いてたら、男の子たちが大丈夫って言ってくれて、それを見た女子たちが、あいつは男にしか媚び売れないみたいな。多分可愛いからいじめられてる。この周りの子めちゃめちゃブサイクでしょ？そう、だからデブでブスって結局その周りのリーダーなんですよ。先生にその人ともう一緒は嫌だって言ったのに、前の席で、それでまたなんか先生と話してたりしたら、横取りしてきて、先生のとこ、うん、こいつに話しかけない方がいいですよみたいな。最後までいじめられました。え、マジで？卒業まで。え、そいつの体型は？え、デブ。みんなデブなの。